皆さん、こんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2019年5月7日ということで、言語に直しますと、令和元年5月7日ということで、おそらく長い10連休などがあった後ですね、今日から仕事始めっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、まあ今日もですね、最新のネットビジネスということで、今話題のキャッシュレス決済のことについてお話ししたいと思います。またこの5月からですね、たくさんキャッシュレス決済の講演が入ってまして、それのですね、レジュメを作るにあたって、ちょっとブラッシュアップをしてですね、よりいいものを作りたいということで、毎日ですね、スライドを作ってるんですけど、そんな中ですね、今日はまあ基本的な話なんですけど、こちらのスライドを作ってましたので、紹介したいと思います。ご覧ください。どうぞ。はい。まあ大きく考えるポイントっていうのは2つありまして、1つはキャッシュレスポイント還元事業っていうものと、そして、軽減税率対策補助金という、この2つのものを考えていきましょうということになるんですが、まずですね、このお金に関するデジタル化に関して言えばですね、まあ、大きく、お店の場合はですね、お店やってらっしゃる方の場合は、4つあるのかなっていう気がしているんですね。決済に関する部分と、そして決済というのは、要するにお買い物するときに一番最初のですね、お金が出てくる場所ですね。決済に関する部分と、そしてレジの部分と、会計の部分と、そして納税の部分と、まあ、納税というか、まあ、最後は納税プラス、まあ、マーケティングっていうかですね、検証も含めてですけど、まあ、このような、4つのステップがあると思います。まあ、ちょっと、検証もあった方がいいので、ちょっと5ステップぐらいに後で直してもいいかもしれませんが、まあ、このようなことが考えられます。これをちょっとね、順番に説明していきたいと思うんですが、例えばですね、1つ目ですけど、今までデジタルじゃないアナログ時代はどうしてたかということからまず説明しますと、一番左ですね、財布から現金を出して店員へ渡す。まあ、お店側からしてみれば逆ですね。お客さんが財布から現金を出して店員が受け取るっていうことをするわけですね。そうですね。これ書き方がちょっと変ですね。店員、財布から現金を出し、店員が受け取るですね。ちょっと、主語述語が変な感じになってるので、ちょっと直しますけど、店員が受け取るですね。がまず最初にありますよね。これ現金、まあ、紙幣なのか、硬貨なのかっていうもので受け取ると。さらにはですね、その時に財布から割引券、スタンプカード、クーポン、会員証などを提示、出すというか提示ですね。提示。これも主語と述語がぐちゃぐちゃになってるんで直しますね。提示があるわけですよ。まあ、このようなことが、大体ね、あとありますかね、割引券、スタンプカード、クーポン、会員証、こんなもんですかね、などを提示することによって、なんかね、お得なことがあったりするよって時に出すものがあると思うんですね。これアナログで全部やってますね。紙媒体ですね、大体ね。紙か何かラミネート加工されたカードか、プラスチックか、なんかそういうものですね。今度のアップルは金属ですけど、アップルのクレジットカードは金属ですけど、まあそんなものを出します。で、今度は、その現金をレジへ入れてですね、受け取ったので、レジへ入れて、お釣りを出すということをね、もちろんこれアナログでやりまして。そして、紙媒体にハンコシールサインで管理。まあその割引券であれば、割引券を紙で受け取って、何枚受け取ったかとか管理したりとか、スタンプカードにはハンコしたりシールを貼ったりとか、クーポンをね、渡したりとか、受け取ったりとか、会員証を、ね、見せたり、もしくはラミネート加工したものをしてあげたりとかね、こういうものをまずレジ回りですることですよね。そして会計、帳簿にボールペン等で記入する。まあ、これ、いわゆる、何ですかね、この受け取ったものがいくらで、そして出ていったお金がいくらで、みたいな感じで、複式っていうんですか。で、帳簿をつけてきますけど、まあ、こういうものをですね、まあ、ボールペンですかね、普通はね、記入していくっていうのは、これもアナログで行うし、あとは何か発注書とかね、なんかファックスで発注するとかですね、納品書を受け取ると紙で受け取るとかですね、領収書を受け取るとか、まあ、このような請求書もそうですね、
このようなものを整理したり管理したりするのは、会計の時にそれをもとにですね、入力して、売上管理とか、入出金の管理なんかをされていると思います。こういうものがまずありますよね。そして、3番目が最後、納税って書きました。これ、納税が最後っていうのはちょっと微妙なので、ここのとこに足しておきたいと思うんですけど、まあ、納税は1年に1回か、もしくは半年に1回ぐらいですかね、にあると思いますけど、ここのとこでやることっていうのは、例えば商工会さん、商工会資産、法人会っていうですね、青色申告とかするときにお世話になる場所もありますけど、とか、会計士や税理士さんなどに依頼して納税する。まあもちろん、記帳代行してもらうっていうのもありますし、記帳するにした方がいいね。記入するっていうより、記帳するかな。っていうのもありますけど、記帳の方が、なんとなくそれっぽいですか？表現としてですね。はい。まあ、商工会さんとかに頼んで、記帳してもらうっていう場合もあると思いますけど、まあ、そんな形で納税をするということをします。で、その納税の書類にはですね、手書きで記入して提出する人もいると思います。まあ、これがね、全部アナログでやってるという。まあ、例えば、そうですね、今から20年ぐらい前から、商売されている方は、20年前はほとんどこれしかなかったと言っていいと思いますね。このような形だったと思います。それがデジタル時代になってくると右側の方に変わってくるわけなんですが、じゃあ順番に行きますと、今までは財布から現金を出して店員が受け取っていたのに対して、クレジットカードとか電子マネーとかという決済が始まりましたと。例えばクレジットカードは、まあ名前の通りですけど、クレジットカードですよね。を、こう渡して、こうね、ピポパポって暗証番号を打ってチェックマークを押すっていうやつですね。で、電子マネーは、まあ、スイカに代表されるような和音とか和音みたいな感じで、シャリンとかいうようなもので、こうね、なんかカードとかをね、スマートフォンとか、もしくは財布とかに入れたりしていて、それをこうやってですね、シャリンとかってやつですね。っていうものをデジタルでできるようになったと思います。そして、最近では、ここ何回も話してます、スマホ決済といって、あるんですけど、スマホ決済はまたちょっとね、次回詳しく話しますけど、大きく3つあって、かざすタイプっていうのがあるんですね。これ何かというと、例えば Apple Pay とか Google Pay みたいなものに当たるんですね。もしくは、昔のお財布携帯みたいなものもそれに当たるんですけど、スマートフォンとか携帯電話っていうものがあったときに、その携帯電話をお店の何か端末のところにこうやって置くだけで、こういうふうに置くだけで、それで決済が終わるというものですね。なので、これに関してはアプリを起動するとか、何かそういうことは何も必要なくて、これで決済完了するというものですね。これは NFC というものを使って、こうやり取りをしてですね、決済してるんですけど、こういったものもデジタルによってできるようになりました。だから今までは、その何かカードなのか電子マネーなのかっていうものを使ってたものの、まあ代用で、スマートフォンでもそれができるようになったのはスマホ決済でありますね。で、その中に、ここに書きましたように、店の QR を客が読む、もしくは、客の QR を店が読む、というふうに2つ書いてると思うんですが、読むで行うって変だな。はい、店の QR を客が読む、客の QR、もしくはここにですね、本当はね、正確に言うとね、コードっていうのが入るんですね。これわざと QR とコードを分けたのがミソなんですけど、コード決済っていうのがあるんですね。これ大きいフランチャイズとか、レジとかに入っている、なんかこうちょっと長細いようなバーコードリーダーのでピッてやるやつですね。このようなものっていうのがあって、で、これで決済をするというものがあると思うんですが、こんなものがありますね。そして今度はさっきの割引券、スタンプカード、クーポン、会員証などみたいなものが全部デジタル化しているものもあります。例えば、ツタヤの T ポイントカードとか、ポンタとかですね。こういうものとか、割引券とかクーポンとかっていうのも、例えば LINE のクーポンとかですね。まあ、こんな感じで、そのアプリとかで管理されていて、だからスマートフォンを出すことによって、それでスタンプを押したりとか、割引券を発行したりとか、受け取ったりとかっていうのが、まあ、主にスマホですかね。できるようになっていますね。例えば、なんかガストとかに行くと、なんかそれがですね、番号言ってくださいとか言って、番号ですね、何か機械にこうね、注文の時に、29番出て29とか打ってると思いますけど、まあ、こんな感じで管理してるのもあるかもしれませんね。
そして2番目なんですけど、このレジのところに行きますと、今度はですね、決済情報が、いや、商品情報がレジと連動ということで、まあ、買い物をするためには、その商品情報っていうのが実際にデジタル化されていると、コードとかでピッてやったら、これだけでね、金額打たなくてよかったりとか、もしくは、お客さんの決済の時の情報ですね、クレジット番号とか、有効期限とか、こういったものが入力されていることによって、レジと連動してやると。これ、レジと連動してないと、QR コード決済とかやるんだけど、別にレジはレジでアナログで動かさなきゃいけないってことを2個やらなきゃいけないので、この両方あるということが、まあ、ポイントになると思うんですけど、まあ、こんな感じでね、やってることができた方が便利ですよね。つまり、決済だけをデジタルにしてしまってもいいんだけど、この後のものですね、レジの方もデジタルになった方が、二度打ちしなくていいし、金額間違えないしね、このようにしましょうと。で、紙媒体をスマホからクラウドで管理ということで、さっきのものですね、割引券とかスタンプカードとかクーポンの会員証なんかも、レジと連動しとくと、レジの方で会員だから何パーセント割引とかっていう時に、そのような処理をしておけば、会員さんが何人来たとかね、こういうような分析なんかもできると思いますので、そのような管理をしていくっていうのもありますよね。はい。そしてですね、次、会計の方に来ますと、せっかく決済のとこがレジでやったのに、レジが今までのアナログのやつであると、これもデジタルとアナログのレジがありますよね。アナログのレジでありますと、結局それをね、CSV とかで書き出せなければ、またなんか入力しなきゃいけない。まあ、初めてここで入力する方もいるかもしれませんが、あるんだけど、これがデジタルになっていれば、そのままレジデータを移行できて、しかも AI によって仕分けも今できますね。例えばその商品の項目とかっていうものがちゃんと仕分けしてくれたりとかっていうのもできますね。で、なので、ここら辺までデジタルにしておくとすごく楽で、ちょっとネットで完結してクラウド会計と連動するみたいな形でやっていけますよね。で、ここに書いてます。クラウドっていう言葉が出てきましたけど、例えば発注書とか納品書、ファックスもネットで送れるし、納品書とか請求書とかも今はね、ネットからもね、発行したりとか郵送したりもできますので、そんなことを全部デジタルにしてると、入力の方がね、かなり楽になっていきますよね。そしてですね、納税、クラウド会計、ネット上でね、ソフトとかで会計をやっていると、まあ、自動で決算の時に、計算をしてくれますと。もう仕分けが全部できていれば、あとはもう決算ってやるだけで終わってしまいますので、これやると。で、まあ、会計士さんや税理士さんはネットで確認してもらうってこともできますね。まあ、ネットでデータを送ってですね、それで確認してもらうってこともできますね。で、さらには、このクラウド会計したものから、デジタル納税申告ということで、まあ、e-tax ですかというものを使って申告していくってこともできるんじゃないかなと思います。まあ、このようなことをずっとやっていくとですね、すべてがですね、デジタルになるかなと思うんですが、まあ、今回ですね、その、キャッシュレスポイント還元事業っていうのは、この決済のとこに、まあ、注目が あるんですけど、実は今年の9月までにはですね、この軽減税率対策補助金っていうのもあって、レジの部分を先にですね、軽減税率があるからこそ、レジのとこが、ちょっと厄介になりますから、だからレジをね、国が補助するから、まあ、2分の1とか3分の1とか補助があるので、だからこれを使いませんかっていうことであるので、まずこれをね、早めにレジの部分をデジタル化しておくといいかなと思うんですよね。で、今度それが終わったら、初めて今度決済の部分ですね。決済の部分でやっていくっていうふうに考えてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。なので、このようにですね、その4つ大きい流れがあったり、あともう一個5つ目にマーケティングっていうのがあって、まあ、実際にその客単価がね、こう日によってどう変わってるかとか、例えば天気と連動してどうなってるかとか、例えばそのリピート率がどのぐらいあるのかとか、まあ、そのようなものが、まあ、リアルタイムにその計算ができるようにするには、デジタルにしておくっていうのが大事で、そうすると、例えば店頭にいなくても、出勤していなくても、そのお店の売上管理っていうのが、リアルタイムに遠く離れたところでもできるようになってきますので、まあ、こういう部分はね、デジタルするといい点じゃないかなということで、挙げておきました。もちろんね、なんか別で Excel 管理するとか、紙で管理するっていうのも大事なんだけど、まあ、今回せっかくね、このキャッシュレスっていう話がある中で、キャッシュレスって考えるんじゃなくて、お金周りのデジタル化って考えたときに、
どこまでするかって考えてみるといいかなと思いますね。インスパイアの期待した。ありがとうございました。